お辞儀、お辞儀、お辞儀、とは、挨拶や感謝、敬意などを表すために、相手に向かって腰を折り曲げる動作である。単に、辞儀とも言う、をつけるのは、お金や、お酒と同様、美加護である。東アジア地域ではお辞儀は、伝統的な挨拶、お礼、謝罪の行為であり、特に、日本と朝鮮半島及び、中国の一部地域で顕著に見られる。 中国ではお辞儀は長い間一般的ではないが、北朝鮮との国境に近い地域などでは、朝鮮族に対してお辞儀をする。日本のお辞儀には、座った姿勢で行う、座礼と立ったまま行う、律礼の二通りがある。武家のお辞儀は、鎌倉時代の武家政権樹立以来、洗練され、培われてきた。武家の礼法には、左神を隊。 座礼の途中でもいつでも刀を抜けるように、左手、右手の順で畳に手をつく、あるいは、下心状体など、和服で曲げを言って対等している前提なので、現代のマナーにはそぐわないものも多く、近代化に従って簡略化されていったものも多いが、武道の流派には、このような礼を、現在も残しているものがある。武家の礼法の系統としては、室町時代に生まれた、今川流伊勢流 小笠原流のほか、江戸時代に生まれた武田流、細川流斎が、武田九少尉から教えを受けて起こした流派なので、細川流とも言うやキラ流、中心蔵で有名なキラ吉中の父、キラ吉良良冬が起こした流派などが知られているが、現代においては、小笠原流が最も普及している。佐藤のおじぎは、戦国時代の千里宮から発展したもので、基本的に座ってする。 座礼である。現代では流派ごとに細かい所作が違っているが、神、行、僧の理念がお辞儀にも当てはめられてり、間が上半身を深く折る、お辞儀、草が軽い絵釈、行がその中間である。武家の礼法に比べて、佐藤の立ち居振る舞いは丸みを帯び、所作も細やかである。現代では、武家の礼法の座礼よりも、茶道の座礼の方が、習いや学校の部活を通じて、 広く知られている。近代以降に古武術から武道に発展する形で生まれた武道の流派のお辞儀としては大きな声でオスという空手のお辞儀が有名だがこのオスは明治時代に大日本武徳会の武道専門学校生まれたらしい。小笠原流のお辞儀の仕方は幕府公家として将軍家から大名旗本に至る伝中における 礼儀作法を司さどってきた小笠原流旧馬術礼法と小倉の大名家に伝わる小笠原流礼法の2杯があり、今日まで続いている。しかしながら、明治維新を境に西洋文化の流入と武家文化の軽視が急激に進み、新政府の担い手の多くが上流武家文化に無知であったこともあり、礼法はヨーロッパのような紳士のたし並みではなく、 もっぱら女子教育の一環へと存在意義が移っていった。座礼には、区本礼といって、目礼、首礼、指剣礼、走行礼、折りて令、拓手礼、創手礼、相手礼、合唱礼の九種類があり、高い身分のものだけが許される目礼と、首礼、および礼拝にしか用いない、合唱礼を除き、膝を中心とする手と指の形及び位置と、上半身の折り方で、 丁寧の度合いを示す方法は、明治以降、日常生活では、次第に、簡素化され、やがて捨れていった。一方、律令は、口述する近年ビジネススクールやマナー教室で、教えている、お辞儀と違い、所作に、男女の差はない。足を平行にして立ち、手先をまっすぐ伸ばして揃え、自然に手が定まる位置を、出発点として、 静かにも,もの上を膝頭に向けて滑らせる。首だけを丸め込まず、首と背中がまっすぐなまま尻を後ろに突き出す要領で、上体を前に倒すと美しいフォームにいる。この伝統的な立礼は和服でも洋服でも何ら問題なく行えるお辞儀である。大事な点は立ち止まってからお辞儀をすることと深いお辞儀をする場合は荷物は傍らに置くか、そばの人に預けて、 両手を空にして行うことである。ビジネス界のお辞儀の仕方は通常3種類ある。最も軽く腰を曲げる、お辞儀をエシャクといい、これは15度曲げるのが基本とされる。主に廊下ですれ違う際などに使用する。次は腰を30度ほど曲げる、お辞儀で、これを敬礼という。ビジネス上は最も一般的とされ、来客への挨拶や会議室への出入りなどでも使用される。 より敬意を表すためには、45度ほど腰を曲げて、お辞儀をする。これを再敬礼という。非常に重要な相手、取引先の代表者などへの挨拶や、重要な依頼や謝罪をするとき、また、冠婚葬祭の場などで使用するとされる。大方のビジネススクールやマナー教室では、男女のお辞儀の仕方に差異が見られ、男性は腰を曲げたときに手は、 体の横にそのまま沿わせるように、女性は、へその下あたりで、両手の指先を重ねるようと教えている。男性のお辞儀は、急に本軍の軍隊式礼を、女性のお辞儀は、昭和時代のデパートガールやその頃、スチュワーデスと呼ばれていた、客室乗務員が行っていたスタイルをベースにしている。ただし、男性はかかとをつけるよう求められるので、体を前に倒すと、バランスが崩れ、 両手が自然に尻を押さえることになり、女性は腹通時と同じ姿勢となるだけでなく、両肘が張って大変身苦くなる。肘を張るまいとすれば両手は丹田より下がって陰部を上から押さえる格好となる。こうした尻や陰部のあたりに手を当てる。お辞儀は国際的な場面では失礼になる点に留意する必要がある。ヨーロッパではお辞儀は伝統的な挨拶、お礼。 謝罪の行為である。これは主に男性の習慣であり、女性はカーティシーをする。貴族社会ではバウアンドスクレープと言われるお辞儀の習慣がある。バウアンドスクレープは右足を引き、右手を体に添え、左手を横方向へ水平に差し出す。キリスト教では尊敬や服従を表すためにお辞儀をする。祭壇を通る時や礼拝の特定の時にお辞儀をする。 イスラム教ではお辞儀は神に対してのみ行われるものであり、人間に対するお辞儀は意味嫌われている。ユダヤ教では、モーセの十回の二つ目の解説にて、神以外の者に対してお辞儀をすることが禁止されていると解釈されている。ユダヤ人の儀式ではお辞儀は、キリスト教と同様に尊敬の現れであり、ユダヤ人の礼拝の特定の時に行われる。 ユダヤ人のお辞儀はわずかに膝を曲げるものであり、そして、膝を伸ばす間に上体を前に曲げる。礼拝のオレイヌーのところを終えるとき、ウイ、泣きヌーコーイムユミスターシェイビム、ユーアイムオーディム、と言いながらお辞儀をする。礼拝のバーチュ、の最中にも、お辞儀をする。多くの人は、アドナイの名が上がるときにお辞儀を行い、誰かが祈っている間にまだ立っていた場合にもしばしば、お辞儀をする。 合気道、剣道、空手、柔道といった伝統武術では、試合の開始前後や道場への入隊出自などにお辞儀をする。海外の道場でも一般的になってきており、また、日本の空手が原型であるテコンドーや、日本発祥ではない中国武術でも一般的になりつつある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。